あぶねはい、つなげた、つないだよ。はい、どうも、エルザです。それでは、デッドバイデイライトやっていきたいと思います。さあ、今回、サバイバー。で、ここか。どうしよっかな。キラーが何かっていうとこだけど。また堕落か。いやー、多いな、堕落。っていうことは、そこもか。堕落ねー、ほんと増えすぎなんだよな。まあとりあえずそんなことは言っても回さないといけないからね。いやーでも今回なんだろう、キラーなんかさ、音が静かすぎるのもあってトラッパーとかそっち系なのかなーとか思ったり。当たりだね。いやーそっかー、まあ固めるよねー、そうなったらね。引っかかっちゃったー。で、一人目は地下か。地下か、一発目地下か。どうしよっかね、発電機こっち側回せないからね。さあチェイスしてる。いやだよねー、ここ草むらが多いからさー。うん、あった今。さあ、来い来い来い。これね、多分助けたね。伸びたな。まあまあまあ、これでとりあえず延命はできたか、最初の人はね。いやどうなるかな。いやートラッパーねー、見えないとき、ほんと見えないからな。あーやばいね。というか、あまり回復をしないから、なんか回復系は持ってないのか。あ、決死使ったね。あえて回復してないのか。さて、また地下。いやー地下の確率高いなー。あーそういうことね。はいはい、そういうパークをつけてたわけだ。うい、確かに2人目が早くなるからな、あのパークは。
いやーにしてもやばいなー今回は。まだ発電機1個しか直ってないんでしょう。引っかかっちゃったー。ああそしてすぐ叩かれた。おーってことトラッパー心音めっちゃ小さくない？なんかつけてるかな？観客とかつけてんのかな？やべえな。これはやばくないか？これはもう。発電機回したいぞ。ああまあですよねーってところだね。いやーまあそうなんだよねー。さあ、どうなる？おう。さあさあさあ、もう決死。あ、それはやばい。いやなかなかだったな。まあそうね、助けに行くとトランパーはねうまく引っかかってしまうからな。いやーなかなかやったな。でエースも決死持ち。あーいいっすね。あーいいね。もう最後の最後まであがく感じで。いいぜ。あ、来る？来ちゃうの？来ちゃうよね。それ来るよね。めっちゃ見られてるもんね。うおー、やばいやばいやばい。エース回復した？回復したエース。危ねえ。はい、つなげた、つないだよ。つないぎましたよ。さあ、2人。ああ、これ、キラーもどかしいだろうね。さあ、どうする？どうする？まあ、これはもう回復するしかないからな。あーまたお時間ですか。それ回復どうかな。いける？さすがにね。おお、はい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 。あーいやー、そうか、それつけてたか。
いやいやいや、それ外してる場合じゃないよ。いやいや、今のは逃げないと。シェリルさん大丈夫？さあ、耐えてます。まあでもこれはもう厳しいよね。よし、逃げよう。いやー、なかなかやったな今回は。いや、トラッパーってかキラーはもうウハウハやね。でシェリル持って、俺最後か。なかなかやったね今回はね。やっぱトラッパー上手い人は上手いわ。はい、ということで今回ここまでとなります。いやー、うまかったねキラーさんね。ちょっとトラッパー研究し直すかということで、よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。